次にお話をさせていただく内容は、鶴ヶ城天守閣内のシアターで上映します新しいソフトについてであります。本市出身の新島八重を主人公とした大河ドラマ八重の桜が年明け1月6日からいよいよ放送開始となりますが、それに先駆けまして鶴ヶ城天守閣のシアターでは1月1日午前0時より新島八重の生涯をドラマチックに描いた新しい映像ソフト会津の花ハンサムウーマン八重の生涯の上映を開始することといたしました。このソフトは鶴ヶ城天守閣のシアターでドラマの主人公である新島八重を題材とした映像を上映することにより鶴ヶ城のさらなる魅力向上を図るために制作したものであります。八重の生い立ちをはじめ偉大な兄山本拓馬の存在や戊辰戦争での活躍、新天地京都での先進的な生き方など八重の人生を貴重な資料とともに史実に基づいた形で描いております。さらには彼女を育んだふるさと会津の歴史やならぬことはならぬに象徴される精神文化など会津の魅力をも盛り込んだ見どころ満載の映像となっております。幕末から昭和にかけての激動の時代に自らの信念を貫き力強くしなやかに生きたハンサムウーマン八重の人生は東日本大震災からの復興に邁進する我々に大きな力と勇気を与えてくれるものと確信をしております。またこの度のソフト制作にあたり大河ドラマ八重の桜放送決定を機に観光や教育などさまざまな分野での連携協力に関する包括協定を締結しております同志社大学様はじめ同志社社史資料センター様などから多大なるご協力を賜りましたことをご報告申し上げますとともにこの場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。ハンサムウーマン八重が愛し命がけで守った鶴ヶ城で八重を見て感じていただくことが鶴ヶ城の魅力向上のみならず本市の観光振興、観光誘客促進につながるものと考えております。こうした取り組みをより多くの方に知っていただきたくさんのお客様に会津に足を運んでいただくためにはマスコミ各社の皆様のお力添えが不可欠でございますので今後ともご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。私からは以上でございます。